来日の阿弥陀如来並びに中祖親鸞聖人の御意前に申して申さく。本日ここに右縁三十の同族と共にうやうやしく尊前の聖言し、年頃に聖教を拝読して東山永昌寺法恩公法要を凡修し立て祭る。それをもん見れば上安三年春の頃、親鸞聖人日野の里にご誕生ましましけり、御年九歳にして出家の志あり、品罰を提除して大礼に赴き、主学研鑽二十年、記録南学天台の元風をとぶらい、深く陽本与川の夜を組みたも、しかれども出離障子の縁見極めがたく、ついに山を下りて、伏せ菩薩の亡命を受け、造病を捨てて本願に帰したまいき、それよりこの方、あるいは北海の僻地に辺境の軍令を教え、あるいは関東の三夜に不能の鵜城を導き、万年凶楽の巷に帰りては、あまたの商業を表して、毛を幕内に垂れたのを、悲しきかな時に校長二年、中等下旬、大礼は不順に満ちて、三代は無常の道理を示し、念仏の息絶えて、往生浄土の疎開を遂げたのを、時来ここに714年、徳院は無常の風に隔つといえども、怨念な目の当たり明らかにして、俗世の群情を導き、唯君ますます盛んにして、遠く帰国に述べり、今や三宝上流の時、我ら唯定年々に高本校を相務め、八角に放射の誠を表し立て祭る。願わくは末代の増族、聖明の声朗らかにして、本郷の新人いよいよ固く、上の一同の歩みを進めて、くえ一緒の喜びに合わんことを、伏してこう、如来大悲を垂れて、愛民の住したまえ。永昌寺住職釈心偶、敬って申す。
Thank you.
唱をお願いいたします。ナマミナマンダベツ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 。最高不可思議尊
Thank you.
Oh.
Oh,